こんにちは、チャキチャンネルのチャキでーす。今日はですね、コンビニアイスを食べていきたいと思います。で、今回ね、美味しそうなアイスがありすぎて20個ぐらい買ってきちゃったんですよ。でも一気には食べれないと思うので、今回2回に分けて動画出したいと思います。さすがにね、2本続けてアイス動画だと飽きちゃう人もいるんじゃないかなと思うので、2本ぐらい開けてから2回目の動画を出したいと思います。今回はね、うちの大好きなピスタチオのアイスが3種類もあるということで、非常に手上げでございますが、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンとコンビニ別で紹介しながら食べていきたいと思います。はい、ということで早速いただきます。最初はセブンイレブンで買ったものから食べていきます。ピスタチオマカロンアイス、お値段が228円。久しぶりに食べる。いただきます。これなのよ。これね、確か3月1日からの発売だったんだけど、全然出会えなくて、ほぼ毎日セブンイレブン通ってたんだけど、全然出会えなくて、やっと出会えました。インスタフォローしてくれてる人はね、うちストーリーに載せてたから知ってると思うんだけど、マジでコンビニ10軒以上は回ったんじゃないかな。今回ね、アイスいっぱい買ってたから冷凍庫パンパンで買いだめはできなかったんだけど、1個でもね買えてよかったです。ロッテのピンクチョコパイアイス、お値段が180円。こんな感じ。いただきます。チョコパリッパリだし、中もピンク。いちごの味もすごい濃い。中にはいちごクリームといちごソースも入ってますね。これ普通のチョコしか食べたことなかった。いちご味初めて食べたけど、すごいさっぱりしてて美味しい。クッキー&クリームアイスバーキャラメルナッツ、お値段が120円。待って、ちょっと溶けてる。これ一旦冷やして最後に食べますね。ミスタードーナツアイスバー、お値段が150円。ミスドのダブルチョコレートをイメージしたアイスらしい。美味しい。めっちゃ濃厚。しかも本当にミスドのダブルチョコレートって感じの味だわ。チョコパリッパリ、ほんで結構激甘ってぐらい甘いですね。てか今日朝 HDMI ケーブルを電気屋さんに買いに行ったんですよ。で、ケーブルってすごいいっぱい種類あるじゃないですか。だからどれを買えばいいのか分かんなくて、で、そのケーブルを置いてる場所も分かんなかったから、店員さんにそのケーブルを置いてる場所とおすすめ教えてくださいって声かけたんですよ。そしたらまず亀ですかってぐらいの速度で、まあ、歩いて案内してくれたんですよ。で、そのケーブルコーナーに着いた瞬間、こちらになりますって言って、行く時はもう本当に亀ですかっていうぐらいの速度だったのに、去る時はめちゃめちゃ早歩きで去ってったんですよ。あれ、うち前世でなんかしたのかなって思ったんですけど、とりあえずね、案内してもらったから見てみたんですけど、見れば見るほど分かんなくて、ちょっと溶けちゃうから先食べますね。で、違う店員さんに聞いてみようと思って、もう一人店員さんに声かけたんですよ。そのケーブルの種類が多くてどれがいいか分かんないので、おすすめあったら教えてもらっていいですかって言ったら、おすすめですか？ないですねって言われて、
え？もう見ても見ても分かんないし、失敗するのも嫌だから3度目の正直だと思って3人目の店員さんに声かけたんですよ。そしたらね、内内の矢部さんにのイケオジみたいな人が対応してくれたんですけど、その人の対応がすごく良くて、もういいですよってぐらい一つ一つね細かく説明してくださって、無事買うことができました。では次、ファミマで買ったアイス食べていきます。ふわふわケーキサンドピスタチオ、お値段が212円。こちらもね、うちがずっと楽しみにしてたピスタチオのアイスでございます。いただきます。うん、ケーキサンドだから柔らかい。外側の生地はすごいしっとりしてますね。中にはラズベリーソースも入ってる。うん、いや、さっきの話に戻っちゃうんですけど、2人目の店員さんまでマジで心折れそうだったの。でも3人目の店員さん、しかも矢部さんにの店員さんに声かけてよかったなって心底思いましたね。ほうじ茶ショコラサンド、お値段が190円。こんな感じになってます。いただきます。うん、うん、ほうじ茶濃い。最近あんま見ないから今売ってるかわかんないけど、前に売ってたほうじ茶ラテの味にめっちゃ似てる。うん、うん、さっき食べたピスタチオのサンドよりは生地がちょっと固めで、生地とアイスの間にね薄いチョコがあるの。だからすごいしっかりしてて美味しい。うん、結構食べ応えがある。一時期うちほうじ茶すんごいハマってたんですよ。それこそそのほうじ茶ラテとか毎日飲んでたし、今ほうじ茶欲が蘇ってきてますね。では最後にローソンで買ったアイスを食べていきます。ふわふわケーキのミルクアイス、お値段が215円。こんな感じでふわふわケーキの中にミルクアイスとミルクソースが入ってます。美味しそう。うん、おいしい。牧場に売ってるアイスですかってぐらいミルクが濃厚。これね、アイスバー棒のアイスもあったんですよ。それはね買ったんですけど昨日食べちゃいました。美味しかったです。牧場にあるソフトクリームって美味しいよね。牧場行きたいな。この中のね、アイスとソースもまた違った感じで、ソースの方はね、ちょっと練乳っぽい感じがする。みたらしさつまいもアイスバー、お値段が198円。こんな感じ。色はね、さつまいもっていうよりはパンプキンって感じの色です。うん、あ、待って、めっちゃさつまいもだわ。パンプキンって言ってごめんなさい。うん、こんな感じで中にみたらしもたっぷり入ってる。すごい珍しいよね、このタイプのアイス。黒ごまもすごいいいアクセントになってる。パッケージがね、すごいシンプルだったからシンプルな感じなのかなと思ったけど、結構見た目も味もパンチ効いてますね。これはローソンのうちカフェです。
うん、大人のチェリオピスタチオ、お値段が194円。本日3種類目のピスタチオでございます。いただきます。うん、美味しい。美味しいんだけど、変わったピスタチオの味ですね。自然を感じる味。うん、王道のピスタチオの味ではないかなって感じ。中には見えるかな、ホワイトチョコレートもすごい分厚いのが入ってる。最近なんかピスタチオの商品が多い気がして嬉しい限りですね。前よりも圧倒的にピスタチオの品数が増えた気がする。スタバもね、出したことあるのかな。うちは飲んだことないからわかんないけど、ピスタチオのフラペチーノ出してほしいですね。うん、うんうん。では最後ね、残してたアイス食べていきます。こんな感じ、いただきます。ちょっと待ってくださいね。びっくりするぐらい美味しいのだが。うん、なんかね、31のナッツトゥーユーに限りなく近い。多分目閉じて食べたらほぼナッツトゥーユー。うん。うん。うん、しかもカロリーも低いからいいですね。これはダイエット中でも食べられるアイスなのではないでしょうか。うん、濃厚かって言われたら味が濃いわけではないけど美味しい。うん、最後の一口いただきます。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということでコンビニアイスを食べていったんですけども、今回は第1弾ということで、第2弾の動画も近々上がると思いますので、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。